はい。写真家のマスです。カメラでフィルムデジタイズの17回目になります。モノクロ編は5回目。今回はニコンの NX スタジオを使っての作業となります。ちなみに NX スタジオですね。前のローゲンドソフトの Capture NXD と画像の閲覧ソフト、View、えー、NXI。この2つを1つにまとめたソフトとして、今年の3月から登場してます。無料ソフトでもあるので、 ニコンユーザーであれば、大いに活用したいソフトですね。従来の NXD の方はというと、カメラでは Z5、そして Z50 までは対応しているようですが、ZFC から NXD は非対応となってますね。ソフトウェアの方のバージョンが1.6.5で、今後細かなバージョンアップはあるにせよ、NX スタジオの方に全面移行となりますね。 まあ、なんだかんだ言って、登場から半年も経ってますからね、今後のことを考えると NX スタジオの方に慣れていくのが手だと思います。ただ、機能として、ネガカラ反転ですね。これはまだまだ非対応なので、前回のフォトショップに続いて、モノクロ主体でやっていこうと思います。 えー、新しい NX Studio のインターフェイスは Capture、えー、NXT から、えー、使い勝手、えー、ちょっと、えー、変わったところも多いので、まあ、そのあたりも今回使う機能の周りに関してだけとなりますが、えー、ちょこちょこ、えー、説明していこうかと思います。えー、そんなこんなで、えー、今回のネガ行ってみます。今回のネガはこれです。じゃん え、フィルムの方は、え、コダックのプラス X、え、撮影が1985年、え、36年前ですね。え、今回はこのネガを、え、ニコンの NX スタジオで作業していきます。<ー>え、ということで実際の作業に移りますが、え、その前に、NX スタジオでできない、え、いや、できるんだけど、え、やると回りくどくなることが一つあります。え、それがモノクロにする、 単にサイドをゼロにするっていうところです。まあ、これは NX-D でも同じだったんですけどね。ここでは自作のネガフィルム専用のピクチャーコントロールを使って作業してきましたが、その設定を NX-Studio の中のピクチャーコントロールでモノクロに再設定すれば、まあ、モノクロにはなるんですけど、 えー、でももう普通のネガ像、えー、反転像に戻っちゃうんですよね。えー、となると、えー、またトーンカーブで会長、えー、を反転させてと、えー、結構めんどくさい手続きになっちゃいます。 えせっかくニコンの純正同士ということで、できればこのネガフィルム専用に作ったピクチャーコントロールなんだから、そのまま使いたいじゃないですか。で、ローファイルを開いて、そのままのサイドだけを落として、完全にモノクロにしたいっていうことなんですが、サイド調整でサイドをゼロにすることができません。これはちょっとじれったいところです。 基本的な調整、そこの明るさと色の調整のサイドという項目でも、そして LCH エディターでも、サイドは完全にゼロにはできないんですよね。NX2 まではできたんですけどね、まあ、ニュートラルポイントなどを使って、強引にグレーに近づけるっていう手もありますけどね、いささか曖昧になっちゃいます。ということで、打開策がないかっていうと、一つあって、これはちょっと撮影の時に話が戻ります。 これはピクチャーコントロールユーティリティ2でネガフィルム用のピクチャーコントロールを作るときですねこのときモノクロのピクチャーコントロールをベースにして作るこうすれば最初からサイドゼロのモノクロにすることができます今までここのシリーズではネガカラーフィルムを基本にしてきたのでそのままスタンダードなどのカラーモードをベースにして作ったピクチャーコントロールを使ってモノクロフィルムも撮影してきました これだとご覧のようにセピアっぽいモノクロになってしまう。この状態から NX スタジオでは手っ取り早くサイドゼロに落とせないってことになります。なので NX スタジオで処理する場合、専用のピクチャーコントロールを作って使うときには、モノクロはモノクロモードをベースにして作ったものを使いましょう。まあ、一度作ってしまえば継続して使えるので、他のゲンドソフトでもこの手順で対応してもいいのかもしれないなとも感じました。 ただ書き出しではグレースケールにはすることはできず通常の RGB のデータになるのでカラー同様のデータ量になりますはい、前置きちょっと長くなっちゃいましたが今回はそのモノクロ専用に作ったピクチャーコントロールで作業していこうと思いますまず今回のですねざっくりとした作業手順を説明するとトーンカーブで階調調整をするぐらいです簡単といえば、まあ、簡単ですね 早速作業に入ります。まず、ローデータを表示させます。じゃんはい、まあ、今更という感じですね。今回はネガカラーで使っていたフィルムホルダーを使ってみました。上に掛け部分を作ってあるので、この部分で素抜けとなる一番の黒、そして周囲の縁で一番の白の参考値を得ることができます。 で、1つですね、注意しておきたい部分があるんですが見てみておかしいなと思う部分ありますよね。そう、枠の部分です。白縁部分にグレーがかぶっていますね。ピクチャーコントロールの設定の一番上ですね、カメラ互換に設定してあると周囲の白縁部分にグレーがかぶってきてしまう現象が起きることがあります。原因はちょっとわかんないんですが、この部分の設定はとにかく最新のピクチャーコントロールに設定してください。 ほいこれでこのように直ります。ということで次ですね、早速トーンカーブに行きます。トーンカーブがあるのは基本的な調整の次です。はい、これがトーンカーブです。フォトショップと同じようにヒストグラムが重なって表示されてます。NXD ではこのパレットから出して画像と重ねつつ単独で大きく表示することもできたんですが、NX スタジオではそれができなくなっちゃってるんですよね。 これはちょっと残念なとこですね。ただこのようにパレット自体を全部横に広げれば、横長に広く見ることはできます。全部広がっちゃうんですけどね。このあたりは今後仕様が変わるかもしれないので、期待しておきたいところです。せっかくなので今回は少し横に広げた状態で作業してみようと思います。ではこのネガの状態とヒストグラムを比べながら状況を判断して補正を考えていってみます。 えちなみに NX スタジオのトーンカーブには画像にカーソルを当てたところがどの階調かポイントとして常に反映されます。なので画像にカーソルを当てて確認しながら進めてみます。まずハイライト側から見てみます。この画像の状態で説明すると白縁部分が一番明るいところとなりますね。ヒストグラムでは右半分に見切れてる大きな山ですね。 じゃあ、このハイライトポイントをどこまで調整するかですが、とりあえずこの大きな山の山裾あたりまで持ってきてみましょうかね。はい、こんな感じです。もうちょっと左かな。ちょうど一番低いあたりまで持ってきます。次にシャドウ側ですね。画像で一番の黒というのは、上の切り欠け部分、フィルムのす抜けの部分となるんですが、ヒストグラムで見てみると、左に小さな山がありますね。そのあたりとなります。 そしてその山の後、だいぶ間が空いて、次の山が来てますね。画像から見て、次に暗い部分を探してみると、紙の影の部分のあたりかなという感じなんですが、その部分がヒストグラムのどのあたりかちょっと確認してみます。ちょうど左の山とその次の山の中間あたりですね。 これだと2つ目の山のふもとまでシャドウポイントを持ってくると紙のシャドウ部が黒く潰れてしまうことになりますねなのでシャドウポイントを1つ目の小さい山を越えた辺たりで設定することにしますはいこんな感じでヒストグラムの両サイドは補正し終わりましたまだちょっとコントラストが緩くなっているので Photoshop でやったのと同じように S 字型のトーンカーブを当ててコントラスト調整してみます ハイライトのちょっと手前を上げて、はいえー、そしてシャドウ側を下げるように補正してみますはいこんな感じですかね、えー、顔が暗く見えますが、えー、思いっきり日焼けしてたのでまあこんな感じで自然だと思います、えー、最後にちょっと、えー、周囲の縁部分をトリミングしてみて会長、えー、の取りこぼしがないか、えー、確認してみましょうかね パレット内の構図の補正あるいは上に5つ並ぶアイコンの右から2つ目のトリミングアイコンを選びますまず縦横比をフィルムのアスペクト比と同じ3対2を選んで画面をドラッグしながらトリミングの指示の枠を指定してみます こんな感じですかね。ここで実行を押せば OK です。上のヒストグラムにはトリミングされた部分だけの状態が表示されるのでここで確認します。どうでしょうかね。まあいい感じじゃないでしょうか。ハイライト側は本当ちょうどいい感じですね。シャドウ側がまだ余裕がありそうに見えますが、この当時のレンズだと逆光で撮影していると若干フレアでコントラストが落ちることもあるので、 まあ、とりあえずはこの辺に押さえておいて、えーまあ、しっかり、えー、仕上げるのであれば、えー、後でギリギリまで詰めるような感じで補正すればいいかなと思います。えー、ちなみにトーンカーブの方に表示されている、えー、全体のヒストグラムと並べるとこんな感じです。えー、とりあえず今やったトリミング作業は、えー、仮のつもりです、えー。この後書き出しをするときには、えー、チェックマークをオフにすればトリミングされずに書き出されます。 そうそう書き出しですね、このあと、老元度で書き出しするという場合は、ファイルから書き出すと進みます。まだこの後フォトショップなどで作業する予定があるならば、TIFF の16ビットに設定するのがおすすめです。 えということで今回はこれにて終わりとさせていただきますえ次回も NX スタジオでのモノクロフィルムでのデジタイズをやっていこうと思いますえご視聴ありがとうございましたえよろしければ制作の励みとなりますのでチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします